こんにちは、高田徳人です。今日はですね、仮想通貨の1月の振り返りと2月のおすすめ通貨の方をですね、ちょっと配信したいと思います。このね、2018年1月というのはもう仮想通貨をね、始めた人にとっては非常に苦しい時期でしたね。去年末の、暴騰の反発でね、思いっきり大暴落をして、ね、高値で掴んだ人が、ね、かなり損をしてしまったというね、話もいっぱい聞いたんですけれども、あとはね、コインチェックの騒動もあって、まだね、現在、出金ができない状態ですけど、まあね、数日を見て、出金ができるというようなね、情報入ってきてますので、このあたりもしっかり様子を見ながら、やっていきたいなと思っております。でも、あとは、海外のね、規制のニュースとか、結構ね、ネガティブな要素が多かったので、僕自身もね、いろいろと情報は、探ってはいるんですけど、ね、なかなか、掴みづらいところではありますね。で、思うのは、もう仮想通貨を始めて1ヶ月半になるんですけど、ね、私も、いろんな情報をこう、探ったりとか、調べたり、あとは、本当にね、日々勉強してるんですけど、この仮想通貨のあり方っていうのをもう一度ね、考えていくと、今後の取り組みにすごくいいのかなと感じています。それはなぜかというと、仮想通貨がね、こう生まれて、で、なんでこんなに今流行ってるかっていうと、やっぱり世の中に求められているからですよね。この仮想通貨自体が、インフラですとか、あとは世の中のね、こう仕組みをより良くしていこうっていう、ことなんですよ。で、それで世界中のね、人たちが賛同して、いろんな会社、企業がですね、この仮想通貨を使ってできることっていうのを、ホワイトペーパーなんかで発表してますよね。で、それに、こう、私たち、ユーザー、投資家が、こう、投資をしているということなので、で、ただ仮想通貨はもう、儲かるからやるっていうのは、もちろん短期的にはいいんですけど、もう長期的に見て、なんですかね、こう自分でやっぱり稼ぐスキルっていうのを身につけていかないと、厳しいですよね。これからじゃあ、今、この時点ではね、リスクがビットフライヤーに上場したんですけど、この情報をもらって、先にね、ね、トップの方でじゃあ例えば情報をもらったとして、それで、儲けを出すことは、多分できますよね。やろうと思えば、情報を買って。で、でもそれをやっても、結局仮想通貨が落ち着いた時に、自分で稼ぐ力がないと、結局投資家としては厳しいですね。で、今後はですね、そういったスキル、あとマインドの、投資のね、マインドの部分ですけど、そういったものを鍛えていかないと、情報に左右されて、結局は長い目で見ると損をしてしまうということがやっぱ考えられるので、FX とかでもいいですし、株でもいいですし、自分自身で投資をしていくという勉強はね、もちろん私も今勉強をね、めちゃくちゃやっているところなので、今後どんどん良質な発信がね、できればいいかなと、本当に考えておりますのでね。でですね、一応、この、1月の振り返りっていうのは、本当にそういった、ね、仮想通貨に投資するあり方っていうのをね、本当に学んだ気がしますね。ですので、同じようなね、経験した方もね、この動画を見ている中でね、いらっしゃると思うので、しっかりね、自分のスキルを高めて、投資家としてね、やっていけるように頑張っていきましょう。僕もどんどん情報を発信していきますのでね、どうぞよろしくお願いします。さあ、それではですね、2月の、おすすめ通貨というところですけどね、投資をする中でね、やはり自己判断、自己責任でね、よろしくお願いいたします。見えるかな？相変わらずリスクはですね、買っていて損はないかなと思っています。ビットフライヤーにも上場したんですけれども、やっぱ長期的にホールドしてね、12月31日、年末まで持っておくぐらいの気持ちで、持っていてもいいですかね。この中の、ここにね、表示している VEN、OMG、IOTA、リスクはですね、やっぱ強いなっていうのが僕の見解なので、2月はここのあたりを買って、基本的にホールドするというような形に、してはどうかなと。僕自身もやってみるんですけれども。
ただここはね、一回このコインがね、どういった取り組みをして、社会にどんな影響を与えるのかね、将来性っていうのをしっかり、自分で判断、調べて判断してください。その上で、投資をするのも、ぜひね、自己責任で、お願いします。まあ、こういったね、おすすめの通貨、いろんなね、情報で回ってますけど、一回自分でね、調べるという習慣をつけるとね、本当にスキルというのもきっと身についていくんじゃないかなと思います。あとはね、自己投資をして、ね、投資を学ぶっていうのは本当に大事だなと、これもね、痛感しているところなので、そうですね、本当に今投資結果出なくてね、伸び悩んでいる人はですね、宝トクトの公式 LINE アットの方ですね、動画の方にリンクを貼っておきます。そちらの方、で連絡していただければですね、この投資を学ぶ、コミュニティですとか、あとは投資の資金をね、作る物販の、情報などもね、お伝えできますのでね、あとは通話のね、アドバイスも一回無料で行っておりますので、そういったものもぜひ活用してみてください。情報、ね、この今、この現段階で僕から出せる情報っていうのは無料ですのでね、そういったのもぜひ活用してみてください。ぜひね、投資スキルしっかり上げて稼いでいきましょう。はい。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。